スーパーファミコン版ドラクエ5、超マニアックなこのネタ。青年期前半、グランバニアでサンチョとの再会時に妻が死んでいると、その場にいたシスターが妻を蘇生してくれます。ここでサンチョには話しかけず、外に出て再び妻を棺桶にしてみます。するとなんと棺桶のままイベントが進行。棺桶を美しい女性と言ったり、棺桶のまま喋り出す始末。その後オジロンとの会話でも同様のことが起こり、ついには産気づいて倒れたりして完全にホラー。ちなみに青年期前半のフローラは死んでも戦闘終了後に復活する仕様のため、この状態になるのはビアンカのみ。以上、特に意味はないドラクエ豆知識でした。